ヘッドが重たいんで、この重みをしっかりと使う、前足もしっかり踏み込んであげると後ろ側が浮き出ます。遊び感覚がすごく大事なんで、適当に振るぐらい勝手に振られる、これがすごく大事です。ミート力を向上するならゲットレーバット、飛距離を伸ばしたいならヘッドランバット、試合で使うならエルティウス、毎日使うなら竹バットのエイムクラシコ、手に取って帰りましょう。誰でもすぐに実践できるミノルマン流打撃ドリル無料配布中、詳しくは概要欄。どうも、アニマンです。本日はですね、バッティングの方皆さんにお伝えしたいなと思います。ヘッドランを使った練習方法をですねお伝えしようかなと思いますので、ぜひですねヘッドランをお持ちの方、まだ持ってない方、6月末に再販ですねされますのでですね、ぜひ購入いただいて、新色のシルバーと出るということで、まあ、数量限定なんですけども、まだお買い求めじゃない方はですね、ぜひ使っていただきたいなと思います。最強のアイテムじゃないかなと思うので、ヘッドランをね、使っていただいて結果を出してくれてる方もたくさんおられますので、ぜひですね、まだお持ちでない方は使ってください。まあ、結構全国的にも置いていただいてる店舗も多く増えてきてますので、近くのお店に行かれた際、置いてあれば一度触れるのであれば振ってみてください。ではですね、早速今日はヘッドランの練習方法ですねをお伝えしようかなと思いますので、早速やっていきましょう。早速やっていこうと思うんですけど、まずはですねスイングからお伝えしようかなと思います。ヘッドランバットってヘッドが重たいんで、まあ、ここの重みをしっかりと使う、これがヘッドランバットで使えるようになったら、普通のバットでもこのヘッドの重みを感じて振るっていうことがすごく大事です。バットの形状としても普通であればやはりヘッドの方がお先が大きくなっていってるんで、ヘッドが普通は重たいはずです。なのでその重みをいかにヘッドランじゃなくても使えるかっていうのがすごく大事です。で、今回はこのヘッドランの練習方法なので、まずはこの重みをしっかりと使うということが大事です。バットに振られる感覚っていうのをこのバットを使いながら感じていただきたいなと思います。楽にした状態で振られる感覚を養うので、ゴルフスイングのような感じでトップから勝手にこうスパーンと体のボールを打つようなイメージで、こういう形力を入れてると勝手にこういうふうに回ってきます。その時にイメージしたら後ろ足であったりとか骨盤を前に一緒に遠心力で出ていくような感覚っていうのを養ってもらえたらなと。で、その時の意識としては前足もしっかりと踏み込んであげると一緒に後ろ側が出ていきます。で、バッティングも踏み込む打ちに行く時ってこっちに溜めた力をしっかりとボールにぶつけていきますよね。で、それを感覚として養っていく、まあ、遊び感覚がすごく大事なんで、適当に振るぐらい、特に力が入って硬くなっちゃうと、方とか、なんかヘッドをうまく使えない、柔らかく使えないという方こそ、このヘッドランを使ってもらって、遊び感覚ですね、を使ってください。で、次は、オピティでやっていこうかなと思います。で、オピティを使う際も一緒です。バット、重みを使って、まずは体が勝手に振られる感じを意識する。軸足が前に行っても大事です。溜めて、一緒に、前出し。こういう風にすると、まあ、溜めた力をボールにぶつけていける、溜めた力を一緒にボールに前に放っていく。これで自然と重みを使いながら遠心力で勝手に持っていかれる、勝手に振られる、これがすごく大事です。で、それができたら普通に構えてもらって足を振ってもらっても大丈夫です。こういう感じですね。で、自然と体を大きく使うというような準備運動を兼ねてます。なので普通のバットを振る前にヘッドランとかを使って重みを感じたり、バットの重さで体が振られる、回転するっていう感覚を養っていただきたいなと。で、それができてきたら今度はしっかりと振ってもらっても全然大丈夫です。で、片手とかを離し上げると両手で振るよりも体を大きく使えるんで、片手フォローとかも入れてあげるといいです。体を使う意識ができたら、次は普通の自分のバット、エイムクラシコですね。ですけど、これを持って、まずちょっと感覚が、ヘッドランを持った後、普通のバットを持つと、長さであったりとか、ちょっと重みがちょっと変わってくるんで、まず最初軽く振ってもらった方がいいかなと。軽く振ってから、まあ、ティーであったり、バッティング入ってもらった方がいいかなと。その中で、普通のバットでもヘッドランを使ったような感じで、重みを感じたりとか、体が回っていって、バットが出ている感じ。っていうのが使えるかどうかというのがすごく大事です。そうすることで溜めた力をしっかりボールにぶつける、
ックルしておいて、ためた力を勝手にふくらはぎなんですね。足上げて、ためた力をしっかりとボールにぶつけていくわけです。そうすると勝手にヘッド、バットが出ていく感じやったりとか、勝手に体が大きく使える、股関節、ためた力がしっかりとボールにぶつけていくっていうことが分かると思うので、用途で分けてもらったらいいかなと。例えば振る力をつけたいのであれば、これを使いながら全力でしっかり振る、体を大きく使ってしっかり振る、体を大きく使う感覚を養いただれば、ちょっと脱力、力抜いた状態でバットに振られる感覚使うっていうふうにしてもらうだけで、体力としてはそれぞれいろんな意図でやっていけるんで、用途で別に分けてもらったり、一つの練習方法でいろんなパターン入れてもらったりしたらいいかなと思いますので、ぜひ試していただきたいなと思います。試合が続いたりすると、ボールを見ようとか、打とう打とうとしてちっちゃくなったりとかっていう傾向にもなります。なのでそれをヘッドランを使って体を大きく使う、ちっちゃくなってた分を、リミッターを解除して体を大きく使う、ヘッドの重みを感じるね、脱力、先ほども言ったように試合が続いたりすると硬くなってしまったりするんで、脱力をする、ヘッドの重みを感じて脱力するとかっていうためにも使えます。力が入ってしまう、柔らかく振りたいとかっていう方は、まあ、脱力しますよね。普通に真ん中とかのポイントを振るっていうよりも、ダラーンとヘッドを前に倒してもらう、倒してもらった状態でこのままスーッと引いてきて、高めを振ろうとしてください。肩のラインですね、スーッと引いてきて、このまま肩のラインを振ろうとすると、今見てもらったら分かると思うんですけど、この状態から振りに行くって、こう勝手にヘッドが頭の後ろに回ってきてくれるんですよね。そうすると自然とヘッドの重みというか遠心力が使えますし、脱力、ヘッドをピッチャーに見つけてるんで力が抜いてる状態です。でそのまま振りに行くんで、遠心力を感じて、振ることもできるんで、まあ、一石三鳥、四鳥ぐらいですね。脱力できる、ヘッドの遠心力を使ってヘッドの重みを感じて振ることができる、最後はそのバットに振られる感じで体も勝手に大きく使える、真ん中とかであればこのままこうやって振ること、振り下ろすこともできる、振り下ろす形になるとあまり柔らかさが使えない、でも高めを振ろうと思うと振り下ろせないんで、そのままうまくバットのヘッドを使いながら振ることができるんで、ぜひですね、柔らかさが欲しいとか、バットのこの遠心力を使う感じが欲しいとかですね、体を大きく使いたいっていう方は、舐めた力をセンターバックにバコーンと放り込む感じで振ってもらうっていうのも体を大きく使います。本日お伝えした体を大きく使いたいとか、ヘッドの重みを感じた遠心力を使いたいとか、そういう方はぜひですね、ヘッドラン使っていただいて試していただきたいなと思いますので、ぜひ参考に使っていただきたいなと思います。まあ持ってる方はですね、特に参考に試してみてください。ロングティーとかしてもらっても全然いいですし、ロングティー飛ばすのなかなか大変ですけど、これでお体の使い方であったりとかっていうのも覚えていきますし、バットの使い方っていうのも覚えていきますし、振りながら体を鍛えていくこともできるので、参考に取り組んでいただきたいと思います。お近くのお店で置いてるところがあれば、ぜひ一度傷つけないように気をつけながらスイングできるところはスイングしてみてください。もし周りで持ってる方がいればですね、振らせていただいて実感していただきたいと思います。はい、では次の動画でまたお会いできたらと思います。どうも、以上です。日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギャも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。